っと待ってくださいよ。何忘れてませんか。え、とてもとても大切な人を。え、皆さん、とてもお呼びいたしましょう。正代名古屋を愛川ほのか。名古屋大感謝祭名古屋王決定戦スタート。せーのなくても揃うやろそれぐらい。ドン。名古屋大感謝祭的怖い話。えっ、怖い。第1回名古屋大感謝祭で私よりヤバいやつがいた。これタレコミですね。誰でしょう。はい、なんかめっちゃこれ話したいことあるんですよ。前回の、あの私ご飯食べすぎてちょっと衣装破れちゃったんですよ。あー、破れてたね。 それがなんかもう楽屋中に広まって、写真までここで晒されたんですよ。はいはいはい、大画面に映されて、ね、でも私より先に衣装破ったやつがいたんですよ。知らん、それが菅原まやちゃんだ。まやちゃん、もう本当に立ち悪くて、本当に立ち悪い。なんかほのが先に見つけたんですよ。その衣装破れてねみたいな言ったら、なんかこっそり自分だけ直してもらって、でその後にほののとこ来て、え、ほのも破れとるよみたいな言って、それを楽屋中に言ったんですよ。怖い、怖い、まやちゃん、怖い、やっとるな。まやちゃん立ちなさい。あれ、それどう覚えてますか。覚えてないです。覚えてるやろ。もうね、この画面に私の写真が映った時も、まやちゃん端っこで手叩いて笑ってたんですよ。怖っ、マジで怖い。でも一つ言っていいですか、証拠ないじゃないですか。怖っ、え、怖っ、ひろゆきさんみたいな。え、だって証拠がないから炎がやばいやつじゃないですか。だから嘘をついてる可能性があるんですよ。だから炎が言ったことは全部嘘です。全部嘘。どっちどっち、どうぞ。あいつマジでヤバいやつやぞ。ヤバくないよ、ヤバくない。もう本当に怖い。ファンの皆さん、彼女はいつか絶対に皆様を裏切ります。あんなことしないよ菅原。しないよ。もうこれ決着つけてください、後で裏で。いや、はい、はい、恐ろしいな。私わかりみ、わかりみ、わかりみ、耳私だけわかりみ、わかりみ、わかりみ。 Come on! Yeah, I see so me too. ちょ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 スノップとチングンがオンヌ。 One! 残り1メートル Two! ぶつかる方がかっこいい。 Three! 抜けられない壁も割るそれも Four! 君の風となる。 Five!このままっていいのかゲームセンス LINE でマネジットしてないで今年に聞いて一歩行く前へ
よ、決まります。ごめんね、マッチ。どうしたの？こうやってちゃんとデート連れてってあげれなくてさ。4年も何しててん。かわいい。あ、花見た。その前歯に挟まりたい。なんてやねん、おい入るな、スキッパーに。いや、ここじゃないねん。あれは花火。皆の者、敵主じゃ。違う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 花火、花火、花火や。違いますよ。いや違う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 押されて押されて違う違う、おい頭押されてください。あれは火薬といわば。いやいい、違う違う。あ、花火だ。ガホも打ち上がっちゃった。打ち上がる、打ち上がる。違う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 。あれ花火、はあ、祭りももう終わりか。ねえ、来年も一緒に来てくれる？そういうこと！めちゃくちゃいい！そういうこと！めちゃくちゃいい！合ってる合ってる！よかった！そういうこと！大正解！ああ、暑かったね今日。そろそろ花火じゃないかな、上がんじゃない？上がんないね。あ、花火、花火。あ、見れなかった。大変やろお前。お前段取り悪い。何やねお前。あ、今日夏祭り楽しかったね。そうだな。一人したい。あのいちご飴おごってくれてありがとう。え、ルカのためなら。あ、花火だ。終わっちゃった。あともうちょっと一緒にいよ。かわいい、かわいい。よかった、何が起こるかと思いました。いやー、危なかったですね。2代目名古屋王は佐藤佳穂。佳穂ちゃん、おめでとうございます。ちょっともう一回あのチャンピオンになれた打ち上げだけ見せてもらっていいですか？はい、お願いします。あ、花火だ。さらに打ち上がっちゃうね。打ち上がる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 、あ、打ち上がる。ということで優勝は佐藤佳穂。ありがとう。さあ、ではエンディングです。皆さん前に来てください。どうぞ。ありがとう、いつもその通り。ありがとう、支えられてきた。進む力と踏み出す勇気くれ。